昼食もイーティーも終わりもうやることがないですね。これから暇ですな。まあ、せっかくの休日なのですからゆっくり休むのも悪くないでしょう。そんなお二人に嬉しいお知らせー。お、聖画殿。せっかくの休日が、時間と酸素を消費するだけの退屈はびこるぬるさびた平和に赤液不可避のこんな時は、キョンシーレースをしましょう。キョンシーレース？ルールは簡単。自分のキョンシーに命令を3つ与えて先にゴールした方の勝ちです。最近子供たちの間で話題になってそうな遊びなんですよ。虫キングみたいなものですね。最近の子供は自分のキョンシーで遊ぶのか。子供がサンタにキョンシーを頼む時代が来てしまうとは。いやー、人間って面白いですね。というわけでやりませんか？あまり気乗りはしないですが暇つぶしにはなるでしょう。さすがとよさとミミ様、ハイセンス。え、お二人ともキョンシーを持っていないのですか？さも全人類がキョンシー持っているかのように言わないでください。では仕方ないので私のお貸ししますね。お好きなキョンシーをお選びください。キョンシー？聖画殿、なんか我が知っているキョンシーと少しばかり大きく異なるのだが。なるほど、キャラ紹介をご所望ですか。では、その左端のが都ヨシカです。ヨシカ殿は知っておる。続きましてこっちは、骸骨さんです。キョンシーじゃない。最後にこっちは頭の三角形がトレードマークの、トライさんです。絶対今考えたな。では改めてどうぞお選びください。と、先に選んでいいよ。では僭越ながら、我はヨシカ殿で。まあ安定ですね。私は骸骨さんにします。じゃあ私がトライさんですね。では、おのおの命令を決めましょうか。大使様、こんな遊び本当にやるのですか？まあ暇なのは事実だし、あと暇している聖画殿に放ってはいけない。確かに、お二方、始めますよー。はい。だからレンジはやめてって言ったじゃない。いやー、若さゆえの過ちかな？何だあれ？位置についてー、よーい。スタート。まさか二人とも避けるとは。絶対やると思った。ヨシカ殿勝手に避けたぞ。では気を取り直してスタート。頑張ってー、トライさーん。おー、いけー、ヨシカ殿。おー、セイガー、なんですかー。これ自分たちがレースした方が良くない？やっぱそう思います。一言に世にも奇妙な団体がいると聞いてきてみたら。あんたたちか。で。あんたたちのせいで私のスケジュールがバーよ、バー、そこら辺の覚悟とかできてる。いや、違うんですよ。私たちも頼まれて仕方なくね。は？頼まれたって誰によ？そりゃ当然。あ、ちょうどいいところに、こっちです、こっち。何よ、誰もいないじゃな。い。あいつらー。